いいね、はい、下でグッと絞ってみたらいいね。グッとグッと絞って、体重75変わらず。そうですね、75です。現場仕事だからね、はい、暑いでしょ。きついです。36度。36度ですね。もう体力ある方でしょうね。あるけどやっぱ去年よりなんか暑いけど、連続だからね、はい、福岡もずっと暑いね。そうですね、ずっと暑いです。もう頑張るね。それさすがにバテてします。でもうちのトレーニングだったらできるでしょ。はい、そうですね。トレーニング抜いてないからね、はい、まあ、本当週1回2回でもこう集中してやればいいからね、はい、まあ、3回ぐらい来てるけど、はい、とにかくあの50代だと疲れすぎるからね、はい、トレーニングやってもそんな疲れは残らないでしょ。そうですね、疲れは残らない。うちのトレーニングのいいとこなんですけどね、はい、やる前がきついでしょ。はい、やる前がきついそりゃそうでしょ、はい、仕事から帰ってきたらね。そうですね、そこでどれだけ粘れるかだからですね、はい、でも体力があるからですね、はい、結局体力勝負だから、はい、ね、はい、筋トレやったらもっと才能、あの体力がつくしね。はい、そうですね、まあ、いい感じはいい感じでしょ。はい、やらないと気持ち悪いでしょ、ちょっと。そうです、それあります、はい、現場仕事では使う筋肉が限られてるけどね。はい、そうなんですよね。まあ、でもきついよね、はい、今きついです。やばいよね、はい、今やばいです。もう倒れそうなぐらいあります。そうね、まあ、それで筋トレ頑張ってるからね。はい、まあ、背中がいいね、やっぱりね。いや、いいよいいよ、背中がね安定してるよね、この背中は。うん、まあいいよいいよいいよ、いいけどね、まあ、横はなってるでしょ。まあそうですね、だんだん少しずつ。どこまで粘れるかだからね。そうです。まあ75で72ぐらいまで持っていきたいですけどね。まあ食事もあんまり無理はできないからね。そうですね、暑すぎて。まあでも太ってはないからですね。はい。まあ体力があるからですね。はい、頑張っていきたいです。まあ暑さにめげず、はい、頑張ってくださいね。わかりました。